ごめんなさい。どう考えてもジョークだろ。飲んで、さよう、飲んで、さよう。なんて綺麗な、オレンジの色。現在ご覧になっている実況は、誠に残念な。現状整理、丸くとなんか怖いですど。まだまともわく、寝作、オーバードーズ、オーバードーズその2。もう我らにと内政中年。別に我々心理カウンセリングは求められてねえって。さあ今日から始まるはループループの死に戻り週間。ルイたちに2体収容の中央本部を使って無双のために装備集めるわよ。ここで無双は無理だと思うねんな、のりちゃんな。無双が好きなのに最近レベル上げてどうにもならないことばっかしてる気がする。なんでやろね。まあそんなら逆行確定だろうが、これどうすんだ。アブの魔抽出。文言で選んだら進行時とかぶっちまうだろ。なんだその顔。痛いぬいよ。どっか忘れてったトレイル。犬、ダイスを振れ。あいつ自分で食ったらガイア作るから他人に任せやがった。はてさてまた新しいセフィラとご対面ってわけね。言ってもまだマルクともほども噛み切れてないんだけど。こんにちは、私の名前はキファレトよ。はじめまして、僕の名前もキファレトです。そっちの子は本当にはじめましてね。あっと、名前が一緒なの？そうよ、見てわからないの。私たちは双子だから名前も一緒なのよ。あ、見た目通り。まあ、生物学的定義での双子なら、僕たちは双子ではないです。な、君らもそうなのね。ズバリ言うなら私たちを区別する必要なんかないってことよ。私は中央本部を任されているの。ここはすごく広いから体がいくつあっても足りないの。一応、僕たちは二人だよ。そういえばそうだったわね。なんかちょっと話に引っかかりはあるけど、まあこっちにも双子じゃない双子っぽいのいるし、なんかあるのか。あんたは臨時の管理人とか言ってた人ね。でもそれだってもうつまんない説明はいらないわよね。もしもこの私を失望させたりしたらいくら臨時でも容赦しないんだからね。あっぱい頑張ります。管理人はうまくやってくれるはずだよ。今までもそうだったように。あら、彼女はわからないわ。もしかしたら管理人と同じかもしれないじゃない。で、先ほど私は中央本部のセフィラに脅されたわけですよ。なんですか、なんで土下座準備の姿勢なんですか。22日目6秒で来てませんでしたわー。わーって実況者としてやっちゃいけねえことやったこいつ。というわけで22日目ダイジェストがこちらです。はい、飲んで、飲んで飲んで、はい、飲んで、ここに一列に並べ。今からお前らには死んでも、ガタ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 。はい、1人、はい、2人、はい、3人、4、5、6、7、8、9、10、ごめんなさい。何を逃れたのが俺ってわけ。なんでこの職員生きてんだ。だからね。以上の地獄が繰り広げられたことをここに報告します。管理人としてもカスみたいなことしてたんだけど。てなわけで今日のアブの前1体目はこちら。祭りに J ついてた。ジョークではない。自販機の横につなぎ下に速歩行の襟に引き突っ立ってるのはどう考えてもジョークだろう。この子は下の空いたウェルチャース。作業を終わらせるといっぱいおごってくれる港町のおっちゃんエビだが、エビだよ。作業をちゃんとしないとエビ漁船に連れられて強制労働させられます。カニマグロじゃなくエビなんエビ。何一遍言っとく。一体に嫌だよって。ツールの方が異界の肖像。感じそうだね。具体的禁断症状。ここには使用者の姿が書かれ、また同時に職員1人にマークを付与するわ。この時肖像に書かれた職員が攻撃を受けるとマークを持った職員へダメージが飛ぶの。なんか悪用もできるらしいわ。それでなんで大量の職員を生贄に捧げたんだ。上書き保存すると元のデータは死ぬ。わかりやすくて助かる。てなわけで22日目終了。ファレトたちに忠告されたその日に出した結果がこれ。それに関しては何言われても甘んじて受け入れる所存。まあ実験に犠牲はつきもんでしょう。カイロが荘園主によってんぞ。帰ってこい。あいつの記憶指導と一緒にすんな。まあいいや。それじゃあ23日目の抽出へゴー。あれ、お前が中層まで動くの珍しいな。さすがにもっと面倒なことが起きるんでね。ほん。さて捕獲できる人類が見当たらなかったから自分で来るわよ。終わったわこれ。ダイスの女神殴りに行くシナリオねえかね。いや名前どうなっとんねん。我今粉塵に来たいですか。というわけで3番目と2番目を抽出抽出。最近職員たちがよく喋るようになってるわ。最近みんな意欲的になってるね。こう浮かれてる雰囲気は珍しいから僕もそわそわする。そうなの。ああんたには必要ないことだったかしら。ここはロボトミーだから、誰かが死んだって話以外盛り上がるものがないからね。職員たちにも何か話題が必要だと思う。まあ、仕事が能率的に変わるなら少しくらい多めに見てあげてもいいわ。でも、今回はキファレともちょっと動揺してる。そりゃ誰だってそうでしょう。僕たちも浮かれる資格はあるよ。こうやって管理人が来るたび何度も何度も僕たちはかけてきた。あんたがいつも負ける方にかけるから何にも面白くなくなっちゃったけどね。そうだね。でも、今回はもしかしたら、僕が勝てるかもしれないよ。僕たちに与えられた時間が永遠なら、いつかきっと。それが今回かもしれない。ね、管理人。え、何の賭け？おいしょ、中央本部のミッション報酬はなんだこれ。いいぞ。これあれでは前回の謎の幕。あれか。そういやコメントで装備には効果が付属する場合があるって言ってたな。ちょっと待てよ。そうこれこれ。ダルナの装備は特殊攻撃時に同じエリアにいるすべての職員にブラック属性バリアを付与できます。強くないマジで言ってんの。でバリアは攻撃に対して一定時間一定数完全無効にしてくれる効果だそうだ。はあ、すげえ。マリ鎮圧がぐっと楽になるのね。あ、夕暮れが最高試練になってきたし、ちゃっちゃと全部取りたいな。やったし、ルンフェ取るにあっちゃ。頑張るんやで、レイム。応援する気あるか。まあ気を取り直して今日のアブの間は。はい、はうっすね。ありがいました。結構ってことを考えるとまあありがたいけどな。でもう一体の方もう買い殺す気か。見事な台数。あれというどれだかも取れず絶妙に管理しにくいランクだけをスクワッパレです。レイム台数を細かく分析すんな。やだわそんな分母。こっち来てこっち。こっち早く。なんかもう脱走がデフォになってるな。さて
か。おーおー、マンハリ以外が追加されてる。これがシールドだね。シールドってこんな脳天に打ち込むものなんね。脳天を打つな。試しにその辺歩いてるやつにやってみ。オーケー、じゃあほっつき歩いてるルカに。これでシールドの展開は完了だ。数えてみれば前回あった幕の赤バージョンがついてるぞ。このバリアが張られている間50ポイントの対応ダメージを無効化できる。消滅の条件は15秒の経過および総数50ポイント以上のダメージを食らった場合だ。なるほど、制限時間付きの肉体の保護ね。まあ、この支部は安全第一だから活躍する時が来たらそりゃ壊滅仕掛けだろうけどな。演技でもないこと言うな。で、今回のアブノマ1体目はキノコって植物類ですか、それとも動物類ですか。どちらかといえば動物に近いが、この見た目で安全なわけねえだろ。絶対施設内禁止、パンデミック、パンデモニウムだろ。こんな無症状時制系でまともなのはいねえのか、この会社。そこになければないですね。まだリゴが天然の方がマシだよ。じゃ、とりあえずデコイ代表なる神に適当に入ってもらおう。いつのリプレイ動画いつ出るんです。 PL たちに聞いてくだし。結構続きそうな2体目は、え、なにこの造形、その生物区分なのこの子。ここをくちばしとしてこれを落とするならまあ。え、それだとしたらバカ可愛いんだけど。めっちゃもっと、もう不意に頭支配されとる。にしても小山田両極端なタイプがおいでなすったわ。さて、アゼラが死にかけで取ってくれたポイントを使って情報をどん。なんかこうやばそうとかいい子っぽいとか置いといて、余計団とかよ、非人道のゴンゲみついなもんでてきたんだけど。もうこっちも人間を処分って言い始めたよ、終わりだこの世界。これちょっと個人的に気になるから先にこっちのこの情報見ちゃいましょう。名前が青鳥。やっぱり鳥だったかこいつ。方法いいじゃないいいじゃない、シンプルで、でも化け物感ある見た目非常にラグよ。で、管理方法を要約すると、職員が25人死んだら脱走する。あげつ非常事態もレベルが2以上だと鎮圧しても即脱走。え、ゲボダルくない？ゲボダルいっすね。みんなこれオフィサーも死亡数に含むんで。え、ゴロゴロゴロ。待って、それでダルタ5割増しなんだけど。俺だから強制解雇権が欲しいとかいう管理人が出てくんのか、ようやくわかったな。ゲボダー、こっちの青いキノコの方が、何かも。はい、さよう、飲んで、さよう、飲んで、さよう、飲んで、ちょ、あ、なんて綺麗な。オレンジの一匹キノコ全員持っていかれている。ちょまりさ、いきなりキノコとエビの反復横跳びなんて何させてんのよ。そうすることによって禁止パンデミックを防いでんだよ。エビでパンデミックを、エビでパンデミックを、エビキノコを、うん、若干1名救えてないがまあいいだろ。マジでこいつの人命の基準がわからん。というわけで先に来たこっちから紹介しよう。こいつは小さな王子、洞察以外を3回連続、また内容問わず持続的な作業でも能力を発動する。じゃあさっきのエビキノコ反復横跳びは正しいと。そうで、しごくか。クリホとカウンターが例になった場合は呼ばれた職員、また連続で作業していた職員がいた場合はそいつを小さな王子1へと変貌させる。本体自体は脱走せず自身の眷属を脱走させるタイプだな。そして鎮圧時には当たりに胞子を巻き、それによってパニックを起こすと二の舞さんの舞が始まる。どん、おい、今日鎮圧後も地獄なやつしか来ねえのか。ストーリー元は星の王子様。まあしかしてここはロボトミー。童話の中の美しい友情がここで叶うことはないんだな。目に見えないもの、それが人によって両極端になるほど残酷なものであるのはよくわかってるからな。はぁ、あ、この会社上げて落とさず下げて下げるわよね。管理人目線だとな。一般職員目線じゃ上げて下げるの最上位だと思うぞ。まあ今からの霊夢さんにはもっと大変なことが待っているんだけどな。左上をご覧ください。これがまた段階進むと何が起きる？いや、そりゃオフィサーがし。死んだら大鳥脱走、フィーバータイム突入するから頑張って犠牲出さないようにね。おお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 お紫の発注はどう頑張っても無理。こいつ本当にとことんうんねえな。ああ、安全勤務がほぼ壊滅したのが見えたんだけど、今やっても出てない。アクネームがカウンターに残ってる。石碑壊しきってくれたら、お前最後捨てて葬儀さん脱走させて帰るな。で、こんだけ危のまいてピンポイントに葬儀のカウンターを減らすのか。そっちはいい葬儀さんならすぐに鎮圧で、全体攻撃。今なんか完全に油断しきって危うくじゃなかった。タイムさん何言ってる？あれ今度は何を忘れていたんですか、ポンコツ感。頭のそちらはもらうの早くない？え、待って、お前なんで鳥からのギフトは異常に早いんだよ。お前みんな全くつかなかったのに 3% を一発ギフトかどうなってんだよ。いや待てよこれ。おい、ちょっとお聞きしたいことがあるんだけど。バツトリ君、何？いや、なんでナチュラルに話し合いになってんの？もしかして大鳥って君のお仲間だったりする？うん、そうだよ。あ、はい、納得いきました。頑張ってたのはアセラなんだがな。いや、マジでアブノマよりなんじゃないの、あの子。というわけで今日2番目に来たアブノマは大鳥くん。とある森を守っていた鳥獣三獣士の一匹だ。バツ鳥友達二人もいたのね。失礼、すんませんでした。カウンターの回復条件があるだけでだいぶ良心的に見えるやつだな。本当にそうか。悪いのはオフィサーだな。マジであんたの命の基準なんなの？命の株変動激しいから。あっちゃいけんのよそんな言葉。でストーリーに関してだが、バツ鳥の仲間とあっちゃ進行時に取らなきゃいけんやつの一体に入ったからな。もう一匹の仲間と合わせて三匹揃ったら話すことにするぞ。特殊イベント発生って言葉は見なかったことにするぞ。ちょっと、それビュアが重厚だった。もう音楽ごときで発表する玉じゃないでしょあんたら。それな、無常のキャラソン3カ国語永遠とループしてる私らだよ。そりゃ仕方ないわ、発狂手当出しとくね。なんなんだこいつら。はい、キノコの世話したら忘れずジュース飲みに。見るわ、恥だが命が助かる。生存率 100% って、あれ性欲の状態って死亡扱いじゃなかったか。知ってるので OK です。ついでに本部ミッションも順調クリアなのでもう満タイ。大鳥のギフトが逆行でなくなっちゃうのが唯一残念ね。まあすぐ着くだろ。せやな。本社24日目号か、管理人あんたそれ何を持っているの？アイスケーキよ。食べる？ホールは食べられないでしょうし、もらってあげるわ。
さあ本日も元気にダイスロール。はい、2番目と1番目を抽出抽出。おはようございます。ティファレトを探してるのだったら、まだ中層会議から帰ってきていません。お、そうか、なら先に上層に行ってからまた戻ってくるかね。それとも私と戻ってくるまでおしゃべりするか。暇だったらだが。懐かしいですね。管理人も、元はよく喋る人でした。管理人、質問したいことがあります。僕たちに、誰かの記憶と感情が混ざっていることは知っていますか？聞いてはいないな。管理人も何度か見てると思いますが、僕たちは機械のくせに怒ったり、喜んだり、がっかりしたり、悲しみます。しかも、それぞれに弱点もあります。なぜでしょう？僕たちの中に何が入っているんですか？何かが入っているなら、その理由は？なぜわざわざ不完全な形で作ったのですか？いくら答えを探しても、僕はそれが何か本当にわかりません。あなたたち、探偵、が本来の立場だそうですね。あなたたちなら、わかりますか？僕たちが不完全でなければならない理由、管理人のこと。もしかしたら、僕たちは機械だけど、機械ではない。何私抜きで面白い話をしているのかな？あららティファレト。あんまり面白すぎる話は困るんだけど。あんた、もうわかった。てかおね。あんたたち、職員の首が切れても、内臓が飛び散っても、何にも気にしない、変な人たち。本当に手間をかけなくていいから助かるわ。アンジェラ様は人間だからこそできる仕事があるって言ってたけど。あんたたちは人間なのかしら。まあいいわ。アンジェラ様に交換をお願いしてくる。そうね。明日、倉庫へ来てちょうだい。答え合わせをしましょう。僕はそこを知っている。あそこで、何が、起きるか。そう、今回は手間をかけなくていいことが多くて助かるわ。今回も、私を手伝ってくれて本当に感謝しているわよ。さて今回はブラックシールドを取って業務に行きましょう。なあ霊夢、明日ティファレトに倉庫に来るよう言われたんだが。何リンチ？国破壊行く倉庫じゃねえよ。お前からしたら何のこっちゃだと思うが一応来た方がいいと思うんだよ。うん、いいわよ。ありがとう。で今日のアブの前1体目はヒーネ。ワウワウだったからちょっと休めそうで助かるわ。でツールの方は使用時間系。使用時間のやつって何秒以上何秒以内が大半な気がすんのよね。逆に言えばそれ以外の条件をつけにくいからな。そんじゃ業務開始。さてやってきたアブの前は。あ、2人目で絶対大学までカモジ掲げられてるアブの前は。そまあいや、結構のこの時しかも最終日に来たのは大変とてもありがたし。ツールの方はこの入れ物。なら装着するタイプっぽいわね。さて早速入ってみてちょうだい。特に外見変化はなし。一定の感覚で腕を動かすだけで本体が動く気配もないな。で作業終了本能の判定は悪かなさそう。でも害悪と関するからには普通でもアウトとかそんなんなんかな。だが言ってもヒーダシはウタチよりもなんかしでかすって。早い、もしがそうだ早いって。何聞いたの？何が来たの？とりあえず鎮圧受けるこれ。見た目塗ったごついけど受ける鎮圧。いやさすがにランチ的にはお前はもうキラブを立てんな。脱走時ダメージは見た目通りです。弱者っぽいパワー系やんけ。ただシールドを一撃で割る攻撃でもないから素で受けても。あ、終わった。取り残されたシールドダンカーソルの哀愁よ。こりゃご飯持ってきたよ。というわけで、いやもうなんかいたいわけで使ってる。まあいや、こちらのクソオブザ外役オブジエンドアブの間は温かい心の木こり。はっきり言おう、嘘であると。桜とどっちがクソ。ランチ天国。もう二度と来てほしないし、なんなら装備分のポイントも取りたくない。ライブだな。こいつは作業結果悪い。家事制ランク3以上の職員が作業するとカウンターが減少するわ。装備さんと同じランク制限タイプか確かに厄介。ちなみにカウンターは1ね。おっ、クソオブクソ。挙句条件を満たしカウンターが減少した段階ではまだ脱走しないのよ。カウンター例の状態の時作業に入った職員から心臓をもぎ取った後脱走するの。まだ勝手に出てく装備さんはいいとして、こいつは脱走時確実に一人も持ってくわ。ありようもねえ、本気の害悪じゃねえか。対策としてわざわざ専用職員を用意しなきゃ一人確実に行かれる。なぜかさ胸害悪赤文字の意味が今はっきりわかったわね。その今は引きに行ったの。まあそんなわけでデコイなる神くんには任せないが、どうしたもんかどうしたもんか。初期職員雇ったら、あの木こりホワイトダメージだと思わなくて勇気上げたら結果悪いで発表して。なるほど、ポイントの無駄遣いをしたと。はい、所持性が2で身長もある職員は。な、こいつは22日目の肖像画デスマッチの時に何か言ってた職員。肖像画デスマッチの時に何か言ってた職員。すごいぞ、あれはこの時のための伏線だったんだな。あんな大量虐殺が職員生存のための伏線であってたまあ。完璧ダメなんじゃねえかよ。もうお前がここでそれやったら肖像画で死んでいった。お前の同僚9人の命の意味がなくなっちまうじゃね。その9人の命の意味をドブに捨てたのはお前だよ管理人。ちょっともういい、こうなったら今回もだ。待てよお前、まさか今回も。鎮圧用職員同化待機よし。だいけど同僚の屍を越えていけ。はい、一人即次の作業。ラジオ君が失敗しなければ後輩が死なずに済むんだ。はい、失敗しちゃったね。もう誰かこいつをアブノマとして収容しろよ。他精神ダメージならテレジアがいるだろ。それ使えば。なんか使えない。は、中央本部第2チームの職員に効果が反映されないのよ。は、中央は上が第1下が第2で分かれてるんだけど、職員の名称には全員第1って書かれてるの。そのせいか知らないけど、なんか第2チームの職員にだけテレジアが反映されないのよ。ほらちゃんと使わせてるのに。まあ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 、
よーし、お前らの犠牲は明日を切り開く希望になる。死んでくれ。よっしゃ、ようこそこちら側へ。はい、二人目の犠牲。いや、これ情報解禁までの犠牲者足んねえな。まず犠牲出すことをはばかれ。このままではジリヒンもいいところだが、これ以外こいつの情報を開ける手段もない。一体どうすれば円滑に進める？お困りのようですね。あっ、君はちょこちょこいろんなところにいるけど、正体が一向にわからないし、おじいさんの何らと補説がいい。だって視聴者がちでわからんだろうし。でもいや、助けてよ。ここからどうすればいい？普通に再挑戦してシャオの身長ランク上げればいいと思います。ニャンラとホテプに呆れられた上、倫理的に戻せ、いろんなこと言われた。お前さ、あんたある意味今までで一番バカな管理人よ。いや、本当にすいません。アンジェラ様が人間の方がいいって言った理由、ちょっとわかっちゃったじゃない。よーし、ようやくこれでピコリ情報解禁完了だー。長かった長かったよ。なるほど、温かい心。そしてピコリ、こいつは童話オズの魔法使いのブリキか。イエスだけど、旅をしても君は温かい心を持っているよ。なんて生優しいもんじゃないわ。機械でありながら温かく脈動する心臓を求めた彼は、その胸に温かい心の像をいつもしまい込むの。鉛の心とは違う、温かいだけの人間の心をね。随分皮肉っぽく言うじゃないか。温かい心の人ほど心臓が温かい。なんてそんなわけないじゃない。そっか。まあこれは死者と接してる私らだから言えることだけどね。あとこいつに心臓持ってかれたなる神の心は温かいか。まだ鉛の方が温度ありそう。さあ、ピコリに大半を持っていかれたけど、ツールもあるわよあるわよ。もう今日お腹いっぱいなんだけど。はい、到着。やっぱり装備系のツールか。何かしらの上昇エフェクトは出てるけど、特にステータス変化はないわね。あ、でも回復エフェクトが出てる。なるほど、つまり体力を回復してくれる腕輪か。こっちは普通に使えそうだな。あとはこれがどのくらいの時間でアウト判定。口から謎の液体を吐き出しながら膨らんで死んだわね。時間的に1分15秒。なんかめちゃくちゃ中途半端じゃないか。結構秒数ならキリがいい感じに分かれてるし、確かに。輝く腕輪を装着したものは体力が大きく上昇する。マリサちょっとごめん。一旦バグ報告見てきていい？すまん霊夢、先に見てきたんだが、この腕は害悪とかの部類じゃなく、ガチの参拝だ。ガチの参拝だ。ガチの参拝だ。こいつは輝く腕は、本来は使用者の体力上限を上げ、かつオートリジェネを付与する鎮圧時にぜひとも使用したいアブノマなんだが、あいつ現在オートリジェネが発動しません。マジで言ってる？結果ちょっと体力上がるだけだし、装備し続けると死ぬし、体力回復しきってないと死ぬ。よし、見ただのゴミ横にいるやつとは別ベクトルで害悪。マジで私のダイスンガカスオブザカス。じゃあ何か？よくわからんけど死ぬのこの腕は？なんかよくわからんけど死ぬらしいぞこの腕は。こんなもの収容するんじゃありません。どっか飾っといた方がマシでしょこれ。部屋管理室のオブジェにしとくか。川でチクソに邪魔。一応上限体力自体は上がってるのに、リジェネが作用しないから捨て変わってなかったのね。あ、でなぜかこれな。体力全開状態で返さないと爆散するから、一旦メインルーム行かせないとダメだぞ。わあわあわあ、んでだよ。でメインルームから帰ってくるのが間に合わなくても、なぜ輝く腕輪が、ここに。二度と触るかこんなもん。職員の墓は忘れず立ててやろうな。任せた葬儀さん。任されました。闇は埋葬すんなよ。まったりを犠牲に輝く腕は観測完了。これでもう終えて戻るだけで、こいつらとはグッバイね。なお現在エネルギーはノルマの半分もないです。ええだからそこだけ取ってもかっこにあるのはだわよだ。あの中心になるべく早く速やかに決めてるエネルギーを集めてくれんな。もうマジで心臓に悪い進行時、どっかで絶対青星取ろう。ネタ挟む余裕ないくらいガチで焦ってたな。いやこれが散ると無理。何起きてるか全くわからないから、ネタ挟んでる暇ないと。私のダイス運的にこれがあと何回も何回も続くの辛い。その先に待ってるのは天国かもしれないから。いやごめん、次報告料言われてたから地獄続行だわ。あら、いいの？もう一人に全部説明しなくて。あいつは衝撃受けた方がまだ人間らしい反応すっから。別に私は人間らしい反応なんて求めていないんだけど、どうせこれから飽きるほど見た顔を見ることになるんだし。ね。はい、戻って再び22日目の中止。帰ってくるの早いよ。なんかね。わわわ。大鳥くん、今回君は取れないよ。待って、待って、進行時に戻ってきてください。やめて、クリクリ決められたらニックリですらなくなるから。回復剤と競争剤、首から上なくしてハンターになれと。まあいいや、これだと真ん中一択ね。で次が、ええ、特にな。なんでそう早々に帰ってこようとするんだお前ら。ああ、前回のコメントで取ったら失踪しそうだから取らなくてよかったって言われてたでしょだ。あれ、普通の和食ぶって映画の多い。そうだが、しかしここはダイスの女神の言う通り、ゆっくり霊夢、一気まーす。現在ご覧になっている実況は、誠に残念ながらシリーズ失踪と相なりました。管理人、アンジェラ。どうぞこちらに。ね。ねえ、なんでこんな物々しい雰囲気なの？すぐわかる。管理人。マリサさんの方はもうお分かりのようですので、霊夢管理人。管理人には、セフィラたちがどう見えていますか？どう？どうってそりゃアンジェラと同じ人型、でしょう。はい、しかしあなたの目には私よりもずっと、彼らの方が人間的に映っているのではないでしょうか。いいやまあ、そりゃ否めないけども。ですが、知っていましたか？ここで人間だと錯覚するほどの高度な AI が存在するとしたら、それは私だけなのです。以前の自己紹介を覚えていますか？多くの AI の中から、あなたが最も信頼し、有能と考えるのは私以外にいない。本質を見ること、それはここでは全く重要ではないのです。
何せあなた方が見る場面のすべてはかなり歪んだものですから。しかしまあ、あなたたちならば面倒にはならず済みそうです。みんなそれ言うけど、もう一人の管理人何してんのよ。いつも霊夢、これがティファレトです。あなたと何度も挨拶を交わした。あらまあ随分とカクカクな感じで。感想それでいいのかお前。何が話さない方が人間的な反応よ。あんたたちも実は機械なんじゃないの。はぁ、管理人のバカみたいな顔だけが笑えるところなのに。まあいいわ、私だけじゃないわよ、これは。あんたが今まで出会ったすべてのセフィラも、これから会うセフィラも、みんな私みたいな姿なのよ。これも全部、くだらない人工知能の倫理改正案のせいよ。ああ、だからルカがマルクとの話した時、微妙な反応してたのね。あれ、じゃああいつ今までの作業全部フィルターなしでやってたのか。そう、そしてここは、私たちが生まれた場所。そして、いつか帰る場所。多分、すべてが終わったらここで休める日を待ちながら、故郷の歌でも、聞いてるんじゃない？次のティファレトの時は、もっと長い間正常に動くことを願うわ。じゃあティファレト、準備ができ次第次のティファレトを送るわ。ありがとう、アンジェラ様。え？だから前でんなって言ったのに。あ、みんなここにいたんだ。会議室にいなかったから、だいぶ探したよ。何の用？マルクト。うん、メサクからティファレトにもらう書類があるから取ってきてほしいって頼まれたの。それはまだ準備できてないわ。あ、今ティファレトの交換作業中だったのか。周期がどんどん短くなってるみたいだけど大変だね、ティファレト。あんたは自分のメモ帳でも気にしなさいよ。ボロボロでも破れるわよ。本当だ、心配してくれてありがとう、ティファレト。じゃあメサクには私から後で取りに行くよう言っておくね。いやいいぜマルクト、私から言っとく。本当ですか、ありがとうございます管理人。ちゃんと自分で取りに来るよう伝えてよね。安心しろ、私は甘やかさんから。え？は？私がおかしいんこの状況。こんにちは、僕の名前はティファレトです。そこの場面はもう過ぎたわ、ティファレト。今はメサクに渡す書類があるからそれを検討するところよ。うん、わかった。場面、ねえ。はぁ、私たち割と頑張ってるのよ。あなたたちへのアドリブだから時折私ら置いて話が進むことがあったんだな。まだいい方でしょ、一方的なゲームよりも。でも、変わらなかった。ティファレトは最初の製造時から少し問題があるとは思っていたけど、どんどんひどくなってるの。機械を何度も交換して、データも必要な一定分以外は初期化してるのに、特定のポイントで、いつも同じエラーを起こすの。いつまでほうけてんだ。お前だって勘が悪いわけじゃないんだから気づいてはいたろ。いや見た目の方じゃなくて中から脳汁ブシャーの方に、なんで何も反応しないのよあんた。怪しるだろ、人間の脳みそから作ってんだから。うん、やり倫理改正案の前に自分の倫理観改正した方がいいんじゃないのこの世界。それはそう。はぁ、何考えてんのかしら。A ってのは、いや A が頭文字のやつにろくなもんいねえな。どこの演者のこと言ってる。まあいいわ、一旦業務開始しないといけないし。師匠、あの選択画面全員青だったのかよ。ひでえありさま。さあ今回の動画最後のアブノマたちは、現在ご覧になっている実況は誠に残念ながらシリーズ失踪と相なりました。まだ諦めんなよ、なんとかなっかもしれねえだろ。わあわあわあ、もう終わりだよこの会場。わあわあわあ、どうやったどうやったって感じ。面倒くさい試してるじゃん。わあ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 、これは度重なる疲労により発狂してしまったが、今回は蜂っぽい見た目だな。そこいつは一体何をしてくるって言うんだ。とりあえずなる神に愛着で入ってもらったけど、こんなひどいことはなさそうか。うん、通販って、ごめん、なるか見積み全装備から装備変えてないわ。おっそり体力減っとるやんけお前。実は小さな王子も積み全装備でさせてたとか言えない。おいこら。数日を通販定は許された感じかしらこれ。見た目変化はなしだし、職員に何か起きてるわけでもないからセーフっぽいぞ。とりあえず作業交換とどう。毎回忘れちゃうけど、やっぱ洞察で1回入れるのがいいねこれね。忘れんなよ管理人。じゃあ洞察で2回目の作業入ってもらいましょう。マイナス 4% 入るとやっぱ触れ幅でかくなるわね。違うぞお前。なるか見の実待って、なんか素敵なこと言うんだけど。は？は？姿勢が低いのに作業入れてるから成功率低いんだぞ。いや何事もなかったかのように話戻すな。多分あれ列車よね。何も見えなかったが多分そうだな。何だったんだ一体。まあいい、蜂の観測を続けよう。また普通判定だな。結構普通範囲広そうねこの子。はい管理方法をどん。追い負け普通でもカウンター減るんだけど。まためちゃくちゃめんどくさい。待ってなんか歯落としの。追いなんかなんか出てるって。またピッ。いやマジで何今の列車。追いその前になんか出てるって。何か見つんでるし。蜂？よねこれ。あったびっくり爆発したんだ。いやちゃんと蜂の見た目なのに歩いてるのコッパー。だが脱走してる蜂たちのランクは低いだな。ならこの部門のみんなだけで。あれなんでセミちゃんそんなごっそり体力が運送させたのか。勝ててないわ夜なねえに出られたら太刀打ちできないもの。まあいいやとりあえず二人だけで鎮圧行ってみてちょうだい。終わり。あっけない。脱走してもまあ気をつければ死なないって感じかこや。セミちゃんの体力がごっそりいかれてたの考えると作業終わりで体力がないと死んじゃうかもね。じゃあせめて火防具はあげよう。はいそれに関しましてはもちろんでございます。
を戻してやり直し。あらの神を装備というはそれとは。まあ、ええか。よくねえよ。とりあえずまあなる神に蜂の作業入ってもらって一旦こっち見ましょうか。骸骨が積み重なって鉄格子に、中身なんかいんな。なんかこうセンターオブジアース思い出す見た目してるわ。あれ設備の不具合系のストーリー含まれてるアトラクションめちゃくちゃ怖いんだって。ジェットコースター逆さまになったらそのまま落ちると思ってた人にはね。そうだね。あんな可愛い顔。ほんとだめっちゃ可愛い。穴にもせず出ていっちまった。はん？どういうことかしらこれ。あれなんかがついた。そういやあの奇跡が鳴る前これが4つついてたな。なるほど。じゃあこれがついた状態で入ったら。ほう？何かを受け取ったな。それと同時に回復エフェクト。なるほど。とりあえず何も受け取らなくても回数には数えられてるみたいだし入ってもらいましょう。はい、これで完了。さあ他の管理人たちがこぞって失踪を心配したこいつ。あと2回足んなかった。はい、改めて今回のツールは地獄への急行列車。先に宣言しよう。この支部でこいつの管理は無理。ズボラ管理人にはきついなこれ。特性はまず30秒ごとのランク点灯。そして点灯数に応じて受けられる恩恵が違うわ。1点灯では切符を受け取った職員の体力精神力を40回復。2点灯で該当職員を80回復。3点灯で収容部門の全員を50回復。4点灯で施設内全職員が50回復。ただし切符を受け取らずに放置しちゃうとこうなります。全て番主で強行運行かよ。そう。で今回2回とも誰も引かれないルートを運行してくれたけど引かれた場合100のブラックダメージを受けるから弱点属性だと一発おじゃんな子が出るわ。絶対に受け取り続けないといけない切符。確実に持っていかれるリソース。なるほど、そりゃ失踪心配されるわ。アコテレジア再満足に運用できないし。それは辛くて。まあただクロート管理人ならこれをスパイスとして楽しむらしいわよ。ちゃんと極めた変態だなそや。なので身内管理人から聞いた廊下に列車用職員を置くことで一旦解決にしておくわ。何その人記者収容したい。B3 縛りやってみたらって言ったらとんでもない収容状況になってる人よ。お前すませんなよ人。大丈夫、もうその人48日目も突破してるから。お前より数倍管理人としての格上じゃねえか。運用がない。なんなんださっきからこの音。記者の奇跡じゃないな。なんだあれ。ノーアンゴー。さあこれであとはこの蜂だけ。お前何をしている待ってくれ。まあこれは山の時期一番見たくない格に当たって一部の人類にとっては頭かじられるより拷問やんけ。何かを巻くと同時に職員にエフェクトがついたわね。わあ蜂が生えてきた。職員たちに持続的なレッドダメージが入ってる。このダメージで死ぬと蜂に変身するっぽいな。あーこいつも眷属脱走系か。ただ蜂自体は弱いし放射ダメージもレッド弱点の防具以外はそんなに食らってない。まあ間違えなければ施設が壊滅することはないだろうな。間違えなければな。事故る。なるべくふざけずやってるのに事故。なんか蜂の怨念が怨念けど。やっぱ無理は。わあ、また脱走した。なんかに死亡。お前また掃除会忘れたな。いやだってなんかいけると思うて。個別にこいつ放って進んでもいいけどなんか悔しい。いなかったことにしよう。肩にでっかい音量乗ってますよ。はい、本日最後のアブノマはこちら。女王蜂。わらしいが、いいのうちよ。急に棒読みになるなって。このアブノマだけど、リボとカウンターが1のやつはここでは掃除手が役とする。ただただ面倒なだけじゃねえか。カウンターの減少条件は作業結果。2でも下がっちゃう困ったちゃんだぞ、ほし。ねえ、多分一回寝た方がいいよ。リボとカウンターが減少すると女王は奉仕を当該部門職員数名に巻くわ。その後2秒ごとに蜂の持続的なレッド攻撃が入る。それによって死亡した職員は働き蜂に変化。そしてこの施設大パニックが起こるってわけ。めちゃくちゃ逃げ出してるじゃねえか。大丈夫、働き蜂のランクは引いてレッド弱点の子じゃなきゃこっちのが火力。嘘だろ。未来大敵金槌の川流れアコアツにしか登れない。バトンのバトンやめろ。しかも危ねえ列車でかけてた。やめてくれ、俺のライフはもうゼロだ。そまたやり直しだよボブ。た昔前のゆっくり実況みたいな雑な振りやめてくれよ。マリーサバナナ。絶滅危惧種だよそんな実況者。まあいい作業で普通以下を出せないのなら何回もこの人に来てもらいましょう。レレレレレ。要研究者のノートを。なんで一番こいつが使われてんだ。さあノートでパパパと情報を集めちゃうわよ。ちゃんと返すのは忘れんなよ。まあ大丈夫、女王で精神ダメージは受けないから爆発飛散はしないし。え、今まで作業ダメージホワイトの子が多かったからノートも危険があったけど。お待ちくださいお客様。こちら当店自慢のブラックシールドとなっております。これは当店の真似します。パンパン切れ叩き。